おはようございます。日本から帰ってきた時と同じだけ今回もこんなまで寝てた。さっき3時過ぎまで寝ててやっと今起き上がってた。来た。何これ？今これロッテの百貨店で買ってきたイカの、韓国のイカの何おかずと、これお母さんがくれたイカと明太子の、イカと明太子のあえてあるやつと明太子。あ、これもイカ？中国だね。これはでも賞味期限長いんじゃない？普通長いよこれ。それ今でなくても別にいい、うん、めっちゃいい、うん。こんなたくさん食べる？あ、もう半分一個だ。半分で。でも四分の一ぐらいでいいけど。四分の一？うん。ご飯炊けた。これ。海がご飯炊いといてくれた。ん？二人で、私は二人で半分ぐらい。ここできる？うん。あとこれ日本で買ってきたの。すごい質素に見えるけど本当だよね。でもカナダでこれを食べるっていうのは相当贅沢だよね、うん、帰ってきて1日目の食事、昨日は機内食のチーズプレートみたいなの食べて、それ以来何も食べてなかったから。ちょっともうこれ開けれない。うん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 、おいしい。あ、こう。おかず追加。私もそれが美味しいと思ってた。ちょっとね、今寝起きでめちゃくちゃテンションが低い。食欲もよくわかんない。お腹空いてんだか空いてないんだか。お腹は鳴ってるんだけど。助かるよね、うん、ジョンヒロこれで終わり。これマイさんとジョンヒョンさんがからいただいたマカロンと、あともう何個か本人が食べてて、あとこれお母さんが空港で買ってきてくれたのと、お母さんがこれ取り寄せでなんか玉露のおまんじゅう買ってきてくれた。でもまずこれから食べよう。もちもちそうだった。かわいいね。でも片方だけになんか味が、なんか味っていうかチョコレートみたいな。あ、そうか、こういう感じディップしてって感じ。ものによって全部味違う。うんうん、見た目が全然違うもんね。うん、おいしい。
なんか今まで食べたことのあるマカロンとまた全然違う感じだけど、うん、クリームがめちゃ美味しい。なんかそう濃厚。あ、しかも中にさらにジャムみたいに入ってる、うん、このチョコレートの部分も美味しいけど、チョコレートだから食感が違うの。なんかバターたっぷりのクリームって感じ。そのピンクの方食べよう。ふわふわ。結構さ、もらってからすぐ食べる時間がなくて、本当は多分すぐ食べなきゃいけなかったよね、うん、でも全然ふわふわ。なんか生地がなんか全然違う。おいしい。手作りって感じ、うんうん、カナダで買うやつは冷凍のやつ解凍してるのかね、なんかね、うん、あ、何の味だろう。なんだろう、知ってる味だけど何の味か分かんない、うん、でも美味しいよ。こんな美味しいマカロン初めて食べたかもしれない。なんかこの間食べたケベックのやつもさ、ふわふわで美味しかったけど、ちっちゃかったじゃん、うん、食べ応えのある、うん、うん、もう糖分は十分取った気もするけど、このさ、このさ、表のこの可愛らしいのとさ、中がさ、渋、開けたら中が渋すぎてさ、ギャップが激しい。あれ、開けれない。開けれる？これ本当に。ありがとう。ありがとう。ちょっとあれかな、もうあれ、今日は甘いものたくさん食べたから、まんじゅうじゃなくてせんべいにしようかな。プリンも八つ橋ちょっと食べる？あ、そう。せっかくの、私は頼んで。ありがとうございます。この八つ橋とせんべいにしよう。これお母さんがくれた上品なせんべい。何これ、なんかめちゃめちゃお上品だな。これ一個ずつ入ってる、一個ずつ入ってて、なんか、うん、うまっ、うまっ。何これ、焼きとうもろこし味だった。おいしい。え、いろんな味ある。これは、え、これは塩レモン味だって。これも可愛くない、このなんか豆みたいな形になってる。うん、爽やか。これ気になる。これチーズ味。なんかすごいかかってる。トミーも食べたいんじゃない、チーズ味。粉チーズがかかってる。はい、どうぞ。うん、おいしい。これ
これ何味だろうとか言ってる間に全部食べれちゃうやつ。梅。うん。エンドウ豆味だって。これは梅味。あ、もうすっごい梅な感じが。うん、おいしい。うまい。小梅ちゃんの味って感じ。うん。すごい味がはっきりする。チーズはそんなチーズって感じじゃない。じゃあでも入ってん。うん。これ初めて食べた時に何味か知らんで食べて、何これって思って美味しかった。トウモロコシ味だ。これはエンドウ豆味。ちょっと私そっちの系食べてるけど。うん。うん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 。うん、おいしい。おいしいな。やっぱりいいものは違うね。いいものは違うね。味が繊細というか。そう。うん。あ、はい。ね、それはね、箱の紙とあとプラね。あ、でも夏はじもらっといてよかった。あ、じゃあ今回さ、大福、うん、買おうと思ったけどさ、ちょっと買いそびれたじゃん。うん、なんやっぱ好き。うん、なるほど。まあ、ホミーはね、これ食べ始めてる。くるみ餅でも今日起きれなかったもん、ボード行ってる場合じゃない。っていうかさ、前のスキー場行くバスのさ、時間すらさ、あ、分かる？もうしばらくお菓子に困らない感じね。しばらくお菓子に困らない感じね。一応お菓子もしばらく買うの禁止って感じで。まあちょうどいいじゃん、お菓子食べる時期じゃん今。クリスマスも近くなって。じゃあこれもう一個食べよう。